パオロ・ウッチェロは初期ルネサンスの画家。国際ゴシック様式の潮流と遠近法に代表されるルネサンスの科学的アプローチを融合させた絵画を創出した。しかし、あまりにも遠近法に固執したため、ルネサンス後期の画家のみならず、19世紀のロマン主義においてもしばしば批判の対象となった。サージョン・ホークの総裁の記念碑1397年頃に、 床屋県外会の子として、プラトベッキオに生まれる。1412年頃に、ロレンツォ・ギベルティの工房に弟子入りし、1415年には、フィレンツェ医師薬剤師を組合に登録されている。また1425年から1427年頃まで、ベネツィアのサンマルコ聖堂のモザイク装飾に携わった記録が残されている。ベネツィアのフィレンツェ大使の推薦を受け、 1431年にフィレンツェに帰国した彼はサンタマリアデルフヨーレ大聖堂の仕事を受けることになった。1436年にはクレスコがジョンホークウッドを完成させ、他に製壁の時計の文字盤とドーム下部のステンドグラス3枚をデザインしている。大洪水と収束ジョルジョバザーリによれば1445年にドナテロに呼ばれ、 パドバのビタリーニ帝のフレスコ画の作成を行ったとされるが、その他の資料によって確認されているものの、初期の代表作とされるこれらのフレスコ画は現存していない。1440年代に作成されたフレスコ画は、サンミニアートあるモンテ教会とサンタマリア・ノベラ教会に残っている。特にサンタマリア・ノベラの大洪水と収束は、彼の最高傑作として言及される。 遠近法を駆使したサンロマーノの戦い三部作がいつ頃制作されたのかは不明だが晩年1450年代か1460年代と推測されている晩年の彼はバザーリによれば家に引きこもり貧しい暮らしをしたとされるが実際にはそれほど困窮はしていなかったとの指摘もある1475年12月10日に死去し サンとスピリト教会に埋葬された。女性の肖像メトロポリタン美術館像、ウッチェロは15世紀のイタリア絵画を代表する人物の一人であり、その評価は後世においても変わることはなかったが、しばしば遠近法の関心が彼の想像力を奪ったとの指摘をされることがあった。画家というよりも数学者として位置づけられたことすらあるほどである。また、 同時代の画家であるマザッチョラに比べると、時に不自然にさえ感じられる鮮やかな色使いは、国際ゴシック様式の影響であるが、それが写実性を重んじるルネサンス後期の画家たちにとってはあまり受け入れられなかった。彼のゴシック的幻想と幾何学的世界の融合が改めて評価されるのは20世紀になってからである。ありがとうございます。